アイコム株式会社は大阪市平野区に本社を置く日本の無線通信機器の製造会社である。1980年代まで使用された旧ロゴマーク IC-251 アマチュア無線では非常に有名な企業で日本初の下半型機を開発し携帯用無線機メーカーの草分け的存在である。また価格が100万円を超えるような機種を発売し 他社との差別化を図っている。2011年現在の売上げの主力は、アマチュア無線機、海外向けの業務用無線機などであり、その他には、航空用無線機器、公開機器、無線欄機器などを扱っている。近年では NTT ドコモのモバイルセントレックス用、シップサーバなども取り扱っている。社名の由来は、井上電機製作所の頭文字、i と コミュニケーションの頭文字、コムを合成したものである。元々の略号は IEW であり、一時は ICE を使用したこともあった。このため、アマチュアの間ではもっぱら、井上と呼ばれていた。現在でも当時を知る者は、主に社名変更前の危機器を井上と呼称する場合が多い。かつては、秋葉原と日本橋でパソコンショップを運営し、 BTO パソコンも発売していた。なお、現存するソフトアイランドの店舗はすべてフランチャイズである。アイコムの商標は社名変更前から長く使われているが、商標使用当初の読みはアイコムではなくイコムだった。九百七十六年より海外にも積極的に展開しており、二千十一年三月期の売上構成比は日本二十七点四パーセント。 北米31.8%、欧州17.2%、アジア15.8%、オセアニア7.8%となっている。ありがとうございます。